川崎機66機66は日本陸軍によって試作された急降下爆撃機である。製作は川崎航空機。1941年9月に日本陸軍からの急降下爆撃機開発の要請を受けて川崎航空機で設計を開始したのが機66である。試作第1号機は1942年11月に完成した。機66は 99式総発系爆撃機とよく似た外見を持っていたが一回り小さく左右の主翼仮面にスノコ状のダイブブレーキを装備していた。これは1939年に陸軍が研究用にドイツから購入したユンカース187のものを参考にしたと思われる。爆弾搭載量は300から 500kg で腹部の爆弾層に装備された。 この他に、対地攻撃用と防御用に基準を5丁装備していた。側面画像飛行審査は1943年2月から開始された。飛行性能は、概ね良好だったが、最大速度が99式1型総発計爆撃機より、時速 40km 程度の差しかなかったため、陸軍では、速度性能を中心に、さらなる性能向上型の開発を指示した。 しかし、川崎飛行機では、この要求に応えるだけの開発余力はなく、また、同時期に完成した99式、総発系爆撃機に本機と同じダイブブレーキを取り付けた方がある程度の急降下爆撃に使用できることが判明したことから、陸軍内において、急降下爆撃機は99式、総発系爆撃機で十分との意見が出て、結局同10月2期66は、 採用となっってしまった製造機数は試作機3機、増加試作機3機の合計6機であった。なお、本機の主翼の設計は、機96に流用され、引き継がれた。ありがとうございます。